神聖ローマ帝国の皇帝漢西洋の冠では、西洋の君主が自らの権威を示すために頭に被る冠について記述する。英語でクラウンと呼ばれるもので、日本語では一般に王冠と訳され、皇帝の場合には特に帝冠とも呼ばれる。典型的サークレット部のみの王冠、リチャード2世の肖像権力者が権威の象徴として、 頭の上に冠を被ることは古くから世界中で行われてきた。古代エジプトではファラオがつけたプスケントがあり、ペルシアや中央アジアの遊牧民族でも宝冠や額飾りなどが使用され、シラギの金冠や古代の日本でも同様なものが出土している。ヨーロッパではローマ帝国のコンスタンティヌス大帝が、 ペルシア風のダイアデムの冠は太陽の象徴として古代ギリシアローマで使用された。世界の七不思議の一つとされるヘリオスの巨像が被っていたと言われ、近代では自由の女神像に使用されている。図式化された放射状の王冠モンツァ大聖堂に保管されているロンバルディアの鉄王冠。裏には聖、釘から作られたとされる鉄の輪がついている。 ヨーロッパで最も古い王冠の一つに、ランゴバルド王国の王冠であった、ロンバルディアの鉄王冠がある。当初は、このように、単なる和や、それに放射状のギザギザや少し複雑な装飾模様を、つけたものが多かった。このようなサークレット部の実のものは、上級貴族の宝冠、A、コロネットとしても使用され、現在でも、イギリスの貴族の清掃では身分ごとのコロネットが、 規定されているハーフアーチや帽子部がついた王冠日本では一般に西洋の君主が着用する冠は王冠とのみ訳されるが西洋では議会開会式など平時に着用する冠、ステートクラウンと特に大冠式にのみ着用する冠、体幹とは区別されている。体冠式に使用する冠にはベルベット等の布で作った 帽子部とそれを保護するアーチ、またはハーフアーチが付けられるようになった。ハーフアーチはイギリスでは4本、大陸では8本が標準である。体幹用の王冠は多くの宝石が取り付けられたため非常に重くなり、重要な儀式の時にしか使用されず、通常の公式行事においてはより軽いコロネット型のものや、女性の場合、ティアラ型のものが使用されることが多い。 コロネットは、宝冠などと訳される、貴族用の小型の冠である。イギリスでは、借位ごとに形式が定められており、国王の戴冠式などの正式な儀式において、着用する。また、紋章の要素の一つとして、縦の上部に配置する。ありがとうございます。